リンリンハローパラレル、リンリンパラレルのリンダです。はい、本日の動画の内容はルセットコウモリのマナちゃんと仲良くなりたいという動画の内容になります。はい、で動画のね本題入ります前に、もしよろしければこちらのチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やってますので、よかったらそちらの方フォローお願いします。はい、ということで本題に入っていきましょう。ということでね、まあそのルセットコウモリのマナちゃんと仲良くなりたいっていうことなんですけれども、ちょっとねいろいろこう試行錯誤をして考えた方法がこちら。今ねこの中に実はマナちゃんがいるんですよ、こんな感じで。はい、でこれちょっとうちで前に買ってた大きめのあのポーチなんですけれども、を巾着袋ねのポーチを逆さまにしてるんですよ。なので中の方がわたわた、本当はこれ内側なんですよ。内側が外に来てて、外側だったものが中っていう感じで裏返しにしていて、もともと袋モモンガのポーチとかにねちょっと使ってたんですよ、ちょっと大きめのね。でただ今使ってなかったので、この中のこの布の素材は爪がそんなに引っかかりにくいんですよ。なんていうのかな、爪ががっつり引っかかっちゃって取れなくなっちゃったりっていう心配はないので、これをね今使ってみております。でなんでこれにたどり着いたかっていうお話なんですけれども、こう様子を見ていて、実際ね爪とかがすごい鋭くて、で爪もしかしたら切ってもいいのかもしれないんですけど、これは私個人のお話なんですけれども、爪切っちゃうとこういうね網のところに引っかかれなくなっちゃうかなっていう風に感じていて、ちょっと爪は極力私は切らない方がいいなと思ってるんですね。で爪の切り方とかは全然わかるので切ろうと思えば全然できるんですけど、普段ずっと逆さまでいる子なので、それが引っかかれなくなると落ちちゃうじゃないですか。なのでそれはちょっと危ないなと思って爪を切ってません。で爪を切っていないということはやっぱり先端がこう鋭くなってくるんですよね。でまあ素手で触っていてもいいんですけれども、私人間なのでね、人間の皮膚にも限界が来て、もうこの辺がボロボロに引っかき傷というかね、がいっぱいできちゃうので痛いんですよね。で痛いけど触りたいなっていうのでいると、まあなんていうんですかね、触りたいけど痛いのちょっと嫌だなっていう気持ちになったりするので、で一時期片方だけ革手袋をつけてこう抱っこをしたり触れ合ったりっていうのをしてたんですけども、なんていうんですかね、コウモリってどうしても、まあ、こういうこれでいいかこのぬいぐるみで考えると、どうしてもこういう形で痛いんですよ。こういう形でね、ちょっと一回マナちゃん一回ちょっと待っててね、多分このまま置いといても全然問題ないので、もう何回もやってるんでご安心ください。こういう感じでどうしても痛いんですよコウモリちゃんって。でこういう形で引っ掛けるんですけども、なんだろう、居心地が悪いと足をこう変えたりっていうのを、まあ人間もそうじゃないですか、座り方になんかイズイは多分北海道弁だな、ちょっと違和感があると、ちょっとこっちにしてみようかな、あっちにしてみようかなって、まあ、変えるんですよね。で、それをやりながら、嫌だなって思ったら、バサバサバサって飛ぼうとするんですね。ただ、うちの子なんですけれども、まあ、ブリーディングされた、繁殖された個体なので、飛ぶのがまあ、下手なんですよ。普通のコウモリって多分このままこうやって飛んでいけるんですけれども、うちの子は、こうなってくんですね。こんな感じで。シュンって。で、落ちていって、頭というか、まあ、顎のところかな。まあ、この状態だと、まあ、このドラキーの場合は、ここに顔面があるからあれなんだけど、こう向いてるじゃん。こう落ちてくるんだよね。だから、この顎の部分がドンってぶつかって、で、この辺が怪我しそうだなっていうのがあって、ちょっと、なんだろうな、あまり私的には飛んでほしくないっていうのが、まあ、本音なんですよね。で、まあ、翼をバサバサするのは全然いいんですよ。こういう状態で翼をバサってやるだけだったら。でもそのまま、ああ、ここ今痛くないな、あっち行こう、バサっていう風になった時に、こう、打ちどころが悪かったりすると、まあ、怪我だったりとか、それこそ頭の方を打ったら脳震盪を起こしてしまったりっていうね、事故がね、起きちゃう方が嫌なので、なかなかこの抱っこの状態って、うちの子は難しいんですよ。で、まだ、まあ人慣れもね、3ヶ月、4ヶ月ぐらいかな、うちに来て。
っていう状態で、で、もともと、まあ、ペットショップの方で、販売されていた子ではあるんですけれども、特にそちらの方での触れ合いがあったわけではないみたいなので、人慣れをしている状態の子ではないんですよ。なので、まあ、より一層人慣れはしてほしいものの、この状態でずっとこう、触るっていうのは難しいのと、ちょっと、YouTube とかでね、動画を見てて、こういう風な形で、触れ合ってる人たちもいたんですね。あ、ここ頭ですね。だから、なんだろう、腹を下に乗せて、翼なんか、こう、手に、クッと、抱っこしてくれて、で、頭がこっち向いてる、みたいな、手の上の、で、手の上にこの状態でいてくれるって子もいるんですけど、うちはね、それがね、ダメみたい。これがあんまり好きじゃないみたいなんですよ。うちの子どうしてもこうなりたいみたいで、逆さまになりたいみたいな、こう、どうしても。で、翼の爪の部分でこうやってね、ぶら下がって、で、爪でこう引っ掛けてね、で、引っ掛けて、で、足で引っ掛けるっていう、こうなんだろう、四つん這い。まあ、昔のね、恐竜とかで言うと翼竜の、逆さまバージョン。翼竜は足と前足でこう四つん這いになって歩くんですけども、それの逆さまバージョンでどうしても痛いみたいなんですね。なので、どうしてもこの状態がいいんですよ。このお腹が下についた状態は嫌いみたいで、どうしてもうちの子は。なので、何かいい触れ合い方法ないかなっていろいろ考えてて。で、プラス、なんか、革手袋越しっていうのもなーなんていうのも考えていて。で、一回軍手に変えたんですけど、軍手に変えても、軍手を貫通するレベルで爪が引っかかるんですよ。すると結局この辺がね、爪で傷だらけになって、別に私は傷だらけになることだけだったらいいんですけど、傷だらけになりすぎるので、うち袋ももがちゃんたちもね、結構爪が引っかかっちゃってっていうので、で、結構ね、袋ももがの爪よりも鋭利なんですよね。まあ、爪切ってないからっていうので、もう刺さるんですよ。で、たまにグッて刺さると、普通に血がキュッて出るぐらいまで刺さったりするんですよね。爪切ってないからですけれども、なんか爪切るの怖くてですね。一応、ヤスリをかけてあげるようには最近してるんですけども、でも、その程度しかちょっとできてなくて、ちょっと爪切るのはなーっていうふうにはなっていて、で、その状態から、まあ、どうにかいい触れ合い方法ないかなって考案したのが、これです。はい。で、これの何がいいかっていうと、まず素手のままでいける。で、片手はこうね、下から押さえてあげるだけでいけるっていうのと、まあ、飛ぶ心配は少ないかなと。この隙間をね、開けながら、触れ合っていく形になるので、こっからね、すごい飛び立つっていうことはないかなっていう心配がね、飛び立つ心配が少ないっていうのが一つ。で、こういう感じでね、触ってあげられるので、この子もね、周りがね、こうなんだろう、モコモコになった状態になるっていう状態で、触ってあげられるかなっていう状態です。でね、こんな感じで触ってあげられるっていう状態。で、どうしてもこの中ではね、逆さになれるので、こんな感じで。でね、こういう感じでね、はい。触れ合いをしてます。まずはね、頭を撫でてあげたりとか、体をちょっとこう触ってあげて、触られることにちょっと慣れていただこうかなっていう状態ではあります。まあ、たまにやがてね、チキチキ、チキチキとか、シッシーみたいな感じの鳴き声。ちょっとモノマネがまだ難しいんですけれども。あ、今泣いてるね。ちょっと今嫌いみたい。聞こえたかな、今声。ほら、今泣いてるでしょ。今はちょっと嫌みたいですけれども。はい。そんな感じでちょっと触れ合いながら、ちょっと人慣れっていうのを少しずつしてもらおうかなって思ってます。っていうのと、まあ、野生下でっていうのと、まあ、この子を見ていてなんですけれども、まあ、隙間の方、隙間というか角の方ですね、にいたりとか、狭いところがちょっとやっぱ好きみたいで、どちらかというと。で、うちの子はなんか狭い、その端っこのなんか、広いところじゃないところにいたりとかするんですよね。で、プラス、野生下だと集団で生活してるので、おしくらまんじゅうみたいなことをするわけですよ。なので、こう何かが触れ合ってるっていう状態自体は大丈夫だなと思ったんですよね。なので、
あのポーチのね布が触れてる分に関しては多分おしくらまんじゅうしている気持ちになるんじゃないかなと思って、このポーチを選びました。あと、まあ、暗いのが好きっていうのもあるので、この中だったら暗くてね、あの、安心できるのかなっていうところと、っていう、まあ、その3つかな。うん。あの、狭いところが割と好き。そして、おしくらまんじゅうが好き。そして、狭い、あと暗いところか。の3つ。暗い、狭い、暗い狭いモコモコが大丈夫っていう状態だと思うので、まあ、その3つがね、あの、兼ね備えられてるのがこのポーチかなっていうところでポーチにしました。なんかね、袋もモンガと仲良くなる方法みたいな感じにも近いかもしれないんですけれども、ちょっとこれでね、しばらくやっていって仲良くなれるかやっていこうかなと思ってます。あの、まだ実験的な、なんていうんですかね。まだ観察が必要。やってみないことにはちょっとわからないっていうところが多いんですけれども、まだちょっとこの状態でやっていって、この子とちょっと触れ合うのをね、多くして、まあ、よりこの子にね、人間慣れっていうのをしてもらおうかなと思ってます。まあ、こんな感じでね。はい。で、どうしよう。ほら、見て、逆さになってるでしょ。わかる？このポーチの中でさえ、逆さでいたいの、こういう感じで。でね、ポーチの中でね、多少爪はね、引っかかるんですよ。他の子に比べると。なので、あれなんですけれども、その爪に関しては、まあ、仕方ない部分っていうのもね、あるかなっていうところで考えてます。あとね、こういう感じで、触れ合ってあげてですね。で、狭いのは好きみたいですね。こういう感じでいるのが。あと、おしくらまんじゅう本当に好きみたいですね。だから、いつかはうちブリーディングの個体だから、一匹しか今いないですけれども、もう一匹お迎えしてあげてもいいのかなとか、例えば男の子を迎えしてあげるとかですね。まあ、ただ男の子迎えると、繁殖率がすごいいいらしいので、すぐね、子供生まれちゃうっていうことも全然あるらしいんですよ。ネズミ算方式に結構増えるっていう話を聞いてます。なので、まあ、一回に産むのは2匹から1匹っていうふうには聞きましたけど、結構増えちゃうっていうのは聞いたので、ちょっとそこはね、考えながらですけど、まあ、ゆくゆくはもしかしたらペアにしてあげてもいいのかなとか思いますけど、ただペアにするってなったらあのケージはやっぱり狭いんじゃないかなとも思うし、ちょっと、まあ、ケージの状況とか考えながら、まあ、状況によっては押し入れ丸々、コウモリちゃんたちの基本のお部屋にしてあげて、で、うちの袋もんごを散歩するときだけ、ちょっとコウモリちゃんに一旦ご退室いただいて、ちょっと待機室で待っていただいて、っていう、まあ、飼育の仕方とか、まあ、そういうのもできるのかなとは思うんですけれども、でもその辺はちょっとやってみないことにはわかんないので、まあ、押し入れで生活してもらうとなったときには、見えなくなっちゃうから、全面をね、なんだろう、網じゃないし、ガラスじゃないし、みたいな、まあ中のね、視認がしやすいように、見えるように、ような改造をしなきゃならないので、あれですけれども、それは本当なんかゆくゆくのお話になるんじゃないかなとは思うんですけれども、そうね、こう、まあ、昔からね、コウモリちゃんを飼育したいなと思っていた私なので、ちょっと、なんて言うんですかね、仲良くなる方法っていうのを今模索している状態になります。で、今この模索している状態のこれが割と成功してるんじゃないかなと。この子の怪我とかそういうのにも繋がってないし、あとは、この子が、まあ、たまに嫌がることはあります。それはでも人間でもそうかもしれない。今触られたくないんですけれども、みたいなタイミングがあるだけだと思うんで、あれですけれども、触れ合って問題ないタイミング、さっきみたいにね、ちょっと落ち着いたら全然撫でれたじゃないですか。なので、そういう感じで、まあ、こう触りながら、ちょっと触れ合って、で、まあ、ストレスのかからない程度にっていうところですね。まあ、ストレスかかったり嫌だなってなれば、多分暴れ散らかすと思うんですよ、この中で。でも今おとなしく中にいてくれてるので、まあ、その状態で仲良くやっていけたらなと思っております。なのでこのポーチはもう今後マナちゃん専用ポーチに
なるかなとは思っております。あ、今ちょっと動いてるね。多分爪の位置があんまり良くないんだと。あ、爪いいところに行ったね。はい、そんな感じの、ルセとコウモリのマノちゃんの仲良くする方法の模索段階ですけれども、これが正しい仲良くなり方、仲良くやる方法ではない気はしてますが、私のねお家なりに、ちょっとこんな感じで触れ合いをしていって、まあ人間も、まあ爪がね、こう引っかからなくてよくて、この子も安心してっていう状態を保ちながら、触れ合っていきたいなと思っております。まあね、もし、コウモリを飼われていて、ちょっと試してみようかなっていう方は、ちょっと自己責任にはなってしまうんですけど、ちょっと責任は取れないので、何かあった際に。それはちょっと自己責任っていう形にはなりますけれども、試してみてください。ちょっと私はね、この方法で少しずつこう距離は近づいてきたかなと今感じております。まだ2週間程度ですけれども、2週間程度でも、やっぱりこう仲良く慣れてきたなっていうのと、まあ嫌な時といい時っていうのの差が見えてきたりとか、こう個性っていうのがより分かってきましたし、あとこの中にいてもらってる時にご飯あげて、バナナ食べてくれたりとかもよくしてくれるようになったので、まあ私的にはこのやり方がこう間違ってないのかなっていうのが一つです。あと、この方法をやることによって少しもう一個楽になったのが、ペットシーツ一週間に一回交換するんですけれども、まあちょっともうそろそろ交換しないと汚いね。ちょっと茶色くなっちゃってるんだけど。その掃除するときも、このポーチを下からこうふーってコウモリちゃんに被せてあげて、はい入ってねーって、で自分から中に入っていってもらう。っていう形を取ると、嫌がらず外に出せるんですよ。で、この中で大暴れするわけではないので、誘導して、一回ポーチに入っていただいて、で、その間に掃除をね、終わらせて、で、ペットシーツ変えたりとか、ご飯のところ洗ったりとか、っていう掃除をして、で、はい、戻ってね、っていうこともできるし、で、一回この中に入ってもらった後に、押し入れの散歩ゾーンに一回こうやって、はい、そのまま出てってね、って出せるし、無理になんていうんですかね、ぶら下がってるのをこうやって引っ張って取る、のはちょっと違うじゃないですか。で、なかなかこう、自分から手に来るタイプではないので、この子が。なので、基本的には、こう、誘導してあげて、で、まあ、エスコートですよね。誘導して、エスコートしてあげて、で、こっちの方では遊んでてね、待ってね、ってして。で、終わったらまた、ここにね、エスコートして、はい、じゃあ戻ろうね、っていう風に戻せるので、私的にはね、この方法いいかなと思っております。はい。ちょっとね、うちのルセとコウモリの、仲良くなり方というところでね、ポーチでの仲良くなる方法でした。今どう？大丈夫？ちょっと動画に映る少しだけ。私がね、こうやってもみもみするのはできるんですけど、なかなかカメラに映すっていうのはね、難しいところで。はい、こんな感じ。カメラに映しながら触るのはね、なかなか難しいところですね。やるとしたら、あれじゃないですかね、私の目元にカメラを置いて、GoPro とかね、そういうのを置いてやらないと、多分、触れ合ってる動画もなかなか撮れない気がします。本当ポーチに入ってる子をこうやってなでなでするっていうのが、本当に基本的な仲良くなり方のメインにしかならないので、ね、こうやって見てると、ほら、何をしてるのかわかんない。ポーチの中に手入れてる人っていう風になっちゃうので、はい。ちょっとなかなかね、触れ合ってるっていう、交流の状況をね、動画には映せないんですけれども、まあ、こんな感じでね、おとなしくしていてくれてます。はい。結構好きみたいだね、こんな子ね。こうやって見てると。かわいいね。ちょっとピントが、合わないね。はい。こんな感じでね、私は、ちょっとポーチの中で一緒に仲良くなっていこうかなと思っております。はい、ということで本日はね、ルセとコウモリのマナちゃんの仲良くなる方法というところでね、まあ、仲良くなる方法というか、仲良くなりたいっていう形でね、触れ合いの方法をちょっと考えてみて、今この状態を試しております。まあね、何か、実際にコウモリ飼われている方で、こういう風にすると仲良くなれたよとか、こういう風にすると人慣れしてくれたよっていうのがあれば、コメント欄に書いていただけると幸いです。ちなみにコメント欄でですね、ルセとコウモリのマナちゃんの動画を上げると、一匹だからかわいそうだとか、そういうのが結構ね、一時期来てたんですけれども、ご理解いただきたいのは、まあ、ペットショップでそもそも一匹で売られていたよっていうことだけご理解ください。まあ、ペアでお迎えしてあげた方がよかった
かったのかもしれないですけれども、まあそもそもね売られていた個体に関しては1匹ずつっていう売られ方でしたし、そこでも1匹ずつそのカゴの中でね、カゴというかケージの中で飼育されていましたので、そこはご理解いただけますと幸いです。なんだろうな、アドバイスではなく攻撃的な言い方をしてくる方がたまにいるので、アホだのバカだの死ねだのね、そういうのは私コメント返しませんから、攻撃的なね言い方、あとは実際にね飼育をされていないのにもかかわらず好き勝手言っている方、あと野生動物を飼うなみたいな、これ野生動物ではないので、これ繁殖された個体なので、はい、そもそも野生ではないので、そういうのもねご理解いただけますと幸いです。そこだけはねちょっと口酸っぱく言っておきます。でそういう攻撃的な方に関してはちょっとコメント自体返しません。取り合ってもしょうがないんで、そこだけはねご了承ください。意見を見ないというわけではないですよ。一応意見を見て、いやここはどうしても無理だよっていうところと、まあ、ここはちょっと改善できる余地があるかなっていうので、そのなんだろうな、うちで取り入れられる手段っていうのはね取り入れていこうと全然思っていますから、アドバイスを受け入れないってわけではないんですけれども、そもそも一匹で飼うなって言われても一匹で売られていた子なんですよっていうのはねご理解いただかないとならないですし、あとケージの大きさに関しても、ケージの大きさに関しては怪我とかもなかったので、まあちょっと前よりは大きくなりましたけどね、前の 1.5 倍で2倍くらいになったのかな、今なってますけれども、だからそのケージの大きさに関しては、いやもしかしたら狭いのかなっていうふうに感じたので変えましたし、だから受け入れられないわけではないんですけれども、その言い方っていうのはちょっと気をつけていただきながら進めていただけると幸いです。はい、ちょっと最後ねその部分のねお話が長くなってしまいましたけど、そんな感じでございます。はい、ということで本日は以上となります。よろしければこちらのチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やってますので、よかったらそちらのフォローお願いいたします。ということで以上リントウでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上リントでした。バイバーイ。